はい。いつもご視聴ありがとうございます。えー、資産が増えるくんです。<laughs> イントネーション。あなたの資産が増えるくんってことで活動してます。で、今回のね、話すテーマは、まあ、スライド1枚ペラサイトでやらせていただいてるんですけど、まあ、どうなんだろうね。今流行りっすよね。自己肯定感、自己肯定感。あ、かぶっちゃった。<laughs> 自己需要とかね、自尊心が満たされる話っていうのを、 話していこうかなと思います。まあまあ、明るい言葉、前向きな言葉を話そうよ、掛け合おうよっていう話ですね。これね、間違うやつがいるんですけど、例えば10人いて、10人がありがとうございますとか、許しますとか、楽しいですとか言ってるじゃないですか。1人だけ、例えばトップの管理者が不機嫌だと、もう一気に周りは倒れるので、で、その、 そいつだけなんか不機嫌で怒り,怒りっぽくて、指導も下手くさで一人でそいつは緊張して不安抱えてたりすると、周りも波及するんですよね、不安が。緊張とか。あの、負の感情も伝染するので、責任者になっちゃったりしたら、これが低い人はなんない方がいいですね。あのー、向いてないので。特に集団生活とかっていうなった時は、やらない方がいいですね。むしろ今の場合、10人いたら8人ぐらいが、 自尊心低い方が多いと思います日本って謙虚であのちょっと自閉傾向が強い人が多いので完璧主義の方が多いとこうなりますねあと緊張しやすいとか不安抱えやすいとか秘密主義の人とかは職場によると思いますけどこれが起こりやすいかなっていうふうに思いますねなのでまこういう人の相手あんまり低すぎる人は治療の領域なんであんまりですよね職場とかっていうのは 起こりやすすいいみたいですね僕は在宅で一人でやってるのでまあ一人しかいないので一人機嫌が悪いってことはあんまりないですね <laughs>。まあ人間関係の悩みがないからこうやって豊かなコンテンツとかが作れるっていう風な感じですね。聞いてる人が豊かにハッピーになればなっていう風に一人でこうやってるんですけどそれが一番大事だったりしますねコンテンツ作る上だと。あのー 不安とか恐怖を煽るっていう人はいますね。あの、コンテンツ作ってても、職場でもいると迷惑ですね。で、周り困りますよね。部下が困るし、なんだこいつってやつは、で、よーくその人って観察してると、あ、自分がこいつ嫌われてるって理解してないとか、気づいてないんだなって思うのが、結構わかりますね。なので、一人でコツコツとできる仕事しようっていうのが、明るい、元気よく働ける人で、幸せになる人は、そういう人が多いかなっていうふうに。 僕は思いますね僕はすごい幸せなんで、こういう仕事にありつけて儲かるし、今日ね、だいぶ資産も増えたので、ありがたいことに。は <laughs> はね、何パーか増えましたね。4、5%ぐらいかな。まあ、どこで利益確定しようかなっていうふうに楽しみ感じながら仕事ができてるんですけど、大体の人が、10人、100人全員これ聞いてる人が不幸でも僕はやっぱハッピーですよね。で、そういうことを、 こういう話聞いてるとどんどん増えてきて、だんだん見抜けるようになりますね。ああ、この人なんか不幸だから一緒にいるのやめようっていう風な組織とか会社がすごいわかりやすく見えると思います。あの、YouTube とか Google とかはすごいこれが高いように思いますね。だから僕は継続してるんですけど。で、僕の見てるお客さんもいい人だったり、こういうのが関心ある人だったり、いい人が多いですね。リピーターになってくれたり。 えー、動画見てくれたりね、チャンネル登録して高評価してくれたりして、ありがたいことですよね。で、広告見てまで僕のコンテンツ見たいよっていう方が集まってきてたりするので、本当嬉しいことだと思いますね。こういうふうに明るい言葉が言えれば、割と問題ないかなっていうふうに思いますね。ずっと不幸な人って、見た目から何から全部そうなんで、それは僕と波長が合わないだけであって、 僕と馬が合う人たちと働けたりね、楽しめたり、幸せを伝達すればいいだけなんだなっていう風に僕は思ってるので。不幸な人は不幸な人の修行があるのでね、私があなたの邪魔をするわけにはいかないのでね、不幸な人の。また不幸な人も幸せな人邪魔すると、今は訴訟されたり、営業妨害になったり、ね、迷惑だよって言われちゃったりね、あの、おせっかいとかね。それになったら結構あれなのでね、 まずは自己肯定感をちょっと上げようよっていう。自己需要が結構あれかな。結構ね、罪の意識とか罪悪感とか妬みとかっていうのは、あとね、不平不満とか欲求不満とかは割ときついみたいですよね。まあ僕は全くないんで、その辺はそんなに強欲でもないので、何ともな感じなんですけど。とりあえずここが満たされれば、まあ、あとは向上させるように方向がいくかな。 誰に期待もせず、人に期待せず、自分にも期待せず、もう自分は、こう、引き寄せが僕好きなんで、ああ、満たされてるな、幸せだなって人がもっと幸せになるんであってね。で、ああ、不幸だなあっていう人は、どんどん不幸を引き寄せちゃうんでね。まあ、幸せとか幸福度上げるためにも、どんどん満たされるように、ありがとうございますとか、ひとりさんの言う、天国言葉っていうですね、丸ンの創業者の方の。 ありがとうございますとか、嬉しいとか、楽しいとか、ついてるついてるとか、えっと、どんどんパワーが出てきますんでね。えそうすると、えいい感じになってくんじゃないかなっていう風に思います。それではありがとうございました。また次回会いましょう。満たされましたね。増えましたかね <laughs>。これでも増えなかったってうならちょっと大変だと思うのでね。それはご気を付けください。それではありがとうございました。また会いましょう。またね。